はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、この日産リーフのニスモを、撮ってみようと思います。立て続けにね、今日産出してますが、チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いします。いっぱい出しますんでね。確かこれ 40kW E プラスじゃないやつですよね。これ価格、4,294,000円か。まあこれオプションがいっぱいついてて500万というものになりますね。やっぱね、これニスモ仕様ということで、ちょっとね、パッとね、目に入ったのがこのタイヤがね、コンチ入ってます。走りそうだなというスタイリングしてますよね。白黒で結構スタイリッシュだなと思います。第一印象で、塗装もね、これホワイトパールになるんですかね。赤というか、ちょっとね、若干エンジ色なんですよ。落ち着いた赤のラインが、リップラインがピュッとついてますね。で、ニスモのエンブレムが輝いてますね。やっぱ後ろがかっけえわね。こういうエアインテークといいますか、これなんていうのこれね、空力を考えられたパネルのようなものがついております。まあこれでだいぶちょっとね、燃費っていうんですかね、燃費じゃないですよね、そういうの変わってくるんですかね。すごい。まずね、目立ったのがこのシートですよね。これね、実はレカロシートになります。ニスモ×レカロと、ほらここレカロね。やっぱね、こういうのがいいっすよね。自社開発もいいんですけど、もう持ち屋持ち屋みたいな感じで任しちゃうっていうのはいいですね。ちなみにこれは、そうか、そうなると電動じゃなくなってくるんかな。電動のレカロシートもあるんですけど、これはそのタイプじゃないですね。おお、すごい、ここレーシングカーのようなハンドル、すごい。これアルタンカーラかな、ちょっと裏側かな、なんかちょっと肌触りがいいです、このハンドル。リーフってこんなんやったっけね。これほら、これがかの有名な E ペダルボタン、ワンペダルで操作ができるというものですね。あれ、ここまで来たらこれマニュアルにしてほしかったよな。さすがにそれは出さへんかね、マニュアルのニスモリーフが出たら、いや売れるかなと思いますけど、売れるというか興味ありますけど、いやオートマの方が実際は売れると思いますよ。すいません。あ、でもちょっと今これ座った感じね、ちょっとやっぱね、こうちょっとこう、頭まで、ぐっときますね。包み込まれる感はすごいあります。でもちょっとシートのペラッと感、こうクッション性っていうのはちょっと犠牲になってますかね。これ500万する車ですからね。ちょっとホンダ E とはちょっとだいぶ違うんですけど、これはこれでなんかスポーティーさの醸し出してるような、なんかこうワクワク感っていうのはね、出てきますよね。でこちらね、普通のリーフね、これで今、価格499万、あれこれも500万ぐらいするんか。ひょっとしてこれ E プラス G っていうやつですね。車両重量は1650か、まあ、車幅がね、全幅は1790ということで、まあ、1800切ってるんですよね。なのですごい、まあ、街中でも乗りやすいサイズかなと思います。ここが開くんよ。まあ、このリーフも下空力考えられたこういうパネル、これ今は全部こんなのついてるんですかね。ちなみにね、62kWh です。E プラスは結構走行がね、長く走れちゃうんですよね。ほら62、それで500万か。まあテスラのモデル S とかに値段が近づいてきましたよね。モデル S のなんか距離走れるやつは確か600万ぐらいしました。普通のやつで500万ぐらいなので、このテスラの下と同じぐらいの価格帯になると。でも 62kWh あると安心ですよね。長距離走れるし、何しろ家にコンセントがない人結構いますよね。そういう方はこう充電する回数が減るというので、いや本当羨ましいわ。まあこれもシティコミューターと言われるボディサイズにはなるんですが、まあ、長距離もこれだったら走れるということですね。はい、まあ、これニスモと違って内装はまあ至って普通といいますか、
まあ、がっちりしたね、結構ね、あの固めでいいあのシートなんですよ、リーフね。私一回これ乗りました、あの発表の時に。ただこの今はこの E プラスということで新しいモデルになりましたね。このプロパイロットね、このスカイラインのハイブリッドはプロパイロット2ということで、まあ手放し運転ができるんですけど、このリーフはまだだったと思います。確か先進技術、うん、アクセルペダル、ワンペダル、これね、ワンペダル、プロパイロット、やっぱ追尾とかその辺ですよね、うん、プロパイロット2ではないと。あ、そうそう、自動駐車してくれるのにね、上からビューで見れるというのもいいですよね。ね、62W じゃないやつだったら、これね、ほら320万円からありますから、いやもう普通に買える電気自動車になりましたよね。まあこれがいいんじゃないですかね、皆さんこれから買うんでしたらあの数もね、数もありますんでね、62入ってると本当に本当にね安心ですよね。ね、ここから電源を取りの、これ EV パワー、これを通じて、こんなでっかい箱いるのか、これを通じのこういったね電源が、使えるということですよね。ちょっとあのユニットあんなでかいのいるのかな。蓄える、使う、戻すみたいな感じですよね。で、これが電気モーターのシステム。やっぱこういうね、配線コードがね、オレンジ色なんですね。バッテリー、これで 40kWh のサイズかな。ホンダ E とかだったらね、これよりもうちょっと少ないのか。これも確かパナソニック製の電池だったかな。ね。それが、電池がこちらに。パワーがこれね、エンジンじゃなくてモーターこれモーターなのかな、こういうユニットが、ありますので、まあ、こういうユニットでね構成されてると、すごいやっぱね、エンジンに比べて、ガソリンエンジンに比べてスペース的にはあの小さく抑えられてるなという印象ですね、こういうのね。ただその分ね、このね、ガソリンタンクの代わりにこの電池をいっぱい、リチウムイオン電池を使わないとダメなんで、こんな面積がどうしてもいると、床下がね上がっちゃう感じですね。はい、というわけで、私のチャンネルまだ登録してない方はぜひともチャンネル登録してくださいね。私あの今これ日産を撮影してますが、あのホンダ E を買いました、電気自動車を買いました。電気自動車に、興味のある方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がね面白いと思った方、グッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで、日産リーフでした。じゃあね、バーイ。